画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。デッドバイデイライトサバイバーやっていきましょう。さあ、早速発電機を直していきましょう。パーク構成、ボロ対セルフケア有能の署名絆となっております。ガンガンね、ガンガン修理をしようと。そういう感じです。さあ、とりあえず最初にこのね、クリスかな。と一緒に発電機直しまして、相手キラーはリージョンと、いうわけでね、やっていきましょう。さあ、ターナートがついてますね。さあ、強化予定のリージョンでございますけども。リージョンね、まあ、かなり使いやすくなると思いますよ。次回のアップデート。うん、やっぱね、解除した後のアウアの時間がデフォルトで1秒短くなるって相当強いと思う。昔は3秒だったんだよね。昔はそれがデフォルトだったんだけど、今は違うから、今は4秒なんですよね。昔そのリージョンがね、実装された当初、まだ私がこのゲームやってなかった時代ですよ。このゲームやってなかった時代は、ね、3秒のアウア。まあ、ただ、その代わり、時間がね、狂乱の足の速さが、まあ、狂乱の足の速さじゃない、通常のね、まあ、足の速さが遅かったりだとか、まあ、そういったデメリットはあったんですけど、まあ、その頃はね、視線切り以上なんとか言って、視線を切るだけでね、この狂乱メーターが下がっていくみたいな、チェイス判定が、まあ、その狂乱の深手の、まあ、当時は深手なんてなかったのかな、深手っていう概念、深手ゲージの深手ゲージがね、まあ、チェイスしてなかったら減っていくみたいな、そういう状況だったわけですよ。エースおったね。私の方までは来ない。合流して一気にやってしまいたいですね。初釣りがミカエラだったんで、エースが釣られる分には構わないと思います。荒れてそう。あまりにもピンクだなっつって。あまりにもつまピンクだなっつって。そう、それ共鳴する苦痛なんですよ。共鳴する苦痛で叫ぶとデメリットがあって。次に触るじゃないですか。触ってから発電機の修理メーターが進み始めるまでに、まあ、時間かかるんですよ。なので共鳴する苦痛は対策しましょうっていう、そういう話です。あれ、死人のスイッチついてたやろ。あれ、ついてた？ついてなかった？どっちだ？ついてたと思うんだけど。抑圧の同盟っていう説もある。だからね、悶絶の復帰対策はしましょう。ちゃんとやりましょう。あれをやるやらないでかなりね、差が出るんで。割れてんな。
一応ボロ隊はある。リージョン相手にボロ隊あんま意味ないけどね。エースそこをやっている。やりましょうやりましょう。さあクリスが頑張ってくれている。どういう原理ですか今の。エースーやりきっておくれよ。やりきっておくれよ。もう命を大事にする時間は終わったぜ。でもミカエラどうやって直したんだあれ傷。え今上にいたのがミカエラだよね。どういうあれなんだ。え不審だったね。はい違うのよ。別になんかそのあれよ、あの狂乱回避して寸止めしてたわけじゃないの。あの結果的に寸止めになっただけなの今の。そうビジネス寸止め、ビジネス寸止め。なんだミカエラスプバーか。スプバーなのはいいとして、なんか希望もついてない。あれ足ちょっと速くない。気のせい、気のせいってことにしとこう。てか PS4 か多分じゃないな。何だったんだ。PS4 ですね多分。もう一個の PC の Steam じゃないやつも。ああありえんこともないけど。救助して出よう。もう深手のまま、深手のまま出よう。ところでゲートはどこですか。あれこっちにゲートなかった。ないなゲート。バベチリ共鳴する靴アットにかな。でもみんな出てしまった。でもこれは安全に、あと1分ぐらいかあるんで。え多分ねさっきのクリスの位置見てる感じこっちの壁沿いになるんで、こっちの壁沿いをひたすら走ります。よっぽどなんか最後のお楽しみで爆速で切り続けられん限りはいけると思う。あそこか。オッケー。というわけでね、有能は強い。そして共鳴する苦痛の対策にもなるからね、回し切るっていうのは。共鳴する苦痛はねしっかり対策しましょう。手離すね。でリージョンの強化が楽しみと。ナスコ危ね。危なかったですね。あなるほど注射器か。なるほどね。でレナリか。レナリでは
というわけで、はい、有能強いという感じでございました。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。